以上のことをを踏まえて動画をご覧ください。最近レトロゲーが流行っとるらしい今回はそれに便乗してファミコンソフトのボタン電池を電池ホルダー化する動画です被験者は現在投稿者が RTA に A 挑戦中の FF1 や長い前語りは好きではないので早速始めましょうまずはカセットの分解差し込み口の中央を引っ張ってプラチックをしならせるとサイドに隙間ができるそこにマイナスドライバーを差し込みます ドライバーは大きいとやりやすいが、傷もつけやすい。ほどほどに小さめのものがいいと思います。差し込んだら、ドライバーを持った手をカセット利面方向に小さく動かしてから、カセット表方向に大きく動かして、中の爪を外します。要するにこじ開けるってことやな。その際、勢いが強すぎても弱すぎても、爪に負担がかかってしまいます。でもそんな神経質に並んでもええ。 カセットを持っている手は側面を押し込んでプラッチックをしならせることで常にかかる負担を気持ち減らす。それでは行きます。あら。よっと。はい、外れました。逆側も同じように開けるんやが、片側が開いたことで全体に遊びができ、かなり楽に開けることができます。それじゃあ逆側もさささっと。行きまーす。はい、この通り。次はカセット上部の穴の位置の爪を外します。 穴の下側にマイナスドライバーの先を浅く引っ掛け、そのままドライバーを垂直方向へ起こす。これも簡単です。最初の爪だけ少し難しいって感じやな。はい、片方外れました。さてもう片方、手外れんな。そういう時はカセットの表面を差し込み口方向へずらすように少し力をかけてあげるといいでしょう。こんな感じや。はい、無事に分解できました。埃が入り込んでることもあるから汚れてるようだったら清掃してな。 ちなみにこのソフト、オプションで電池交換もしてくれる通販で購入しましたが、後日、開けてみたら、誇りびっしりやったで。フリマサイトなど、個人の出品物の方が、よほど綺麗な状態でしたね。電池交換品は、ボタン電池に、絶縁テープが貼られているから、一目でわかる。ハンダ作業に入る前に、肝心の電池ホルダーの紹介です。アマゾンなんかで、簡単に手に入るで。電池の規格は、CR2032 ですが、どのホルダーでもいいわけではありません。 画面のものでないと厚みでカセットの中に収まらんくてなしかしこれはこれでご覧のように基板に差し込む部分がありませんそのためこの金属部分をピンセットあたりで起こしてやる必要があるその様子は要所だけ背景で流しつつホルダーにはプラス極マイナス極の表記はないから簡単に説明しとくと縁が直線になっている金具の太い方がプラス曲線の金具が細い方がマイナスやカセットは内側がプラス外側がマイナスですが それは基板に書いてあるから見て確かめたらええ。ハンダ作業を始めるのですが、投稿者は湿らせたハンドタオルを滑り止め代わりに敷いている。いざ危なければかぶせてしまえばいいですし、もしかしたら基板への負担の軽減になるかもしれん。知らんけど、他にも手に届く位置にキッチン用の小さな消火器を置いて作業しています。せっかくの分譲マンションをローンが残っとるうちに燃やすわけにはいかへんのや。残ってなくてもダメだよ。 さてハンダ作業の最初は電池を取り外すところから基板にハンダ付けされている部分を溶かして吸い取り機や吸い取り線で除去していきますどっちを使うべきかは知らん投稿者は量の多い部分を吸い取り機少なくなった残りには吸い取り線を使っていますいつの間にか傍らに置いてあるのは空になったカムのボトルや他にも消しゴムの数だとかちょっとしたゴミを一時的に入れておくのに重宝します ハンダ吸い取り機はご覧の通りスイッチでロックを外して戻る時の空気の流れでハンダを吸い取り物やハンダを溶かした直後にこれで吸い取って除去するわけですね次は吸い取り線の出番までカットハンダとハンダの手の間に挟んで熱すると溶けたハンダが吸い取られていきます吸い取れなくなったらその部分をニッパーで落として新しい部分を使っていくだから少なくなった残りにしか吸い取り線を使わないわけですね安いっちゃ安いもんやがどうにも貧乏性でな 吸い取り線を使った作業の時はあまり苦戦していると線が熱くなってきます。やけどには十分注意しような。次の工程までカット。ハンダの除去が終わったら引っかかっている電池のタブを起こす。はみ出してんじゃねえよ。ものによってはこれだけで外れる。これも外れたんやが。はみ出してんじゃねえよ。外れなかったらボタン電池のタブを熱しながらラジオペンチで電池を引っ張ったりすることになる。 これは少し難しいですが、今回は、その必要がなかったので、映像はありません。電池は間違いなく生きてるから、とりあえず保管しとくか。電池を外せたら、次はホルダーの取り付け、と行きたいのですが、基板のマイナス側の穴が小さくて、金具が通らん。解決方法は3つ。1つ、ホルダーの金具をペンチで折りたたんだりなど加工すること。1つ、基板の穴を拡張すること。最後は、ハンダ吸い取り線を使って、基板の外側からつなげること。 最後の手段は少し面倒なので前の2つができなかった時の緊急手段でいいでしょう一番簡単なのは2つ目ピンセットの先なんかをねじ込んでグリグリと押し広げてやるんや危険な響きを感じるかもしれませんがほんの少しなので多分大丈夫です体感やが1ミリ未満や本当に少しで大丈夫やで次の工程までカット穴の拡張が終わったらマイナス極側からセットする プラス極側は余裕があるのでマイナス極を合わせたら勝手に入っています。よっしゃ、入ったな。こんな感じですね。マイナス極側が基板から少しはみ出すが特に問題なく戻せるから気にせんでええ。ここはカセット側に余裕のある部分です。ここまで来たらもう一息。セットが崩れないように慎重に逆さに置き、ハンナ付けしていきます。適切な温度とかは各自くぐることをおすすめするで。冒頭の注意の通り投稿者は素人です。 量もわからんからなパターンからはみ出さない程度にたっぷりあるで要するに基板のパターンとホルダーの金具がハンダでつながればいいんだろ程度の認識ですソフトによってはコンデンサー中パーツと電池ホルダーが干渉することがあるんやがそのせいでホルダーが少し浮いたりすることがありますだがそうなっても特に何もせんでええと思うプラス極側の金具が少し沈んでしまいますがハンダを多めに流し込んで無理やりつなげてしまうんや 何度も申し上げていますが、これは素人の動画です。つまり、素人の試験です。ほっとけば、そのうち、有識者からのダメ出しが入るやろ。それにも、しっかりと目を通した上で、やるとしても、自己責任でお願いします。この後、軽く清掃もしたが、その辺は割愛。基板清掃用のクリーナーを、綿棒に染み込ませて拭いたぐらいです。ファミコンソフトの電池は、先ほど言った通り、CR2032。 ダイソーで3個入りなんかも売っているので無理に大量セットの格安品を買わなくてもいいでしょう取り付け方は最初にプラス極側金具を潰さないように下から滑り込ませますすぐに気づけばちょっとぐらい潰してしまっても後から起こすこともできるがそうならないに越したことはないですね投稿者も多めに尺を取って注意してほしそうにしとるプラス極側を下から滑り込ませたらマイナス極側は押し込むだけです マイナス極側にちょっとだけ爪があるのは見えるやろかそこにパチンと引っかかるように押し込みます外す時は単純明快力ずくで引っこ抜くだけやマイナス極側を外に押し広げるようにするとなおいいでしょう今度は戻していって最後にデータを確認してこの動画が終わりやそのために場所を変えたんだね電池はプラス極側を滑り込ませマイナス極側を押し込むだけ組み立てる時はカセットの表が下になります その上に基板の表が上になるように乗せる。この向きでないと基板が安定して乗りません。次はカセットの上をかみ合わせる。斜めにかぶせて位置を合わせてから平行に近づけるように下ろします。最後に両サイドの爪を押し込んで完成や。最後の一箇所は少し硬いと思います。そう感じたらカセットの表をしならせながら押し込むとえ。スイッチオーン。起動。よし。電池を外していたからモロチン続くを選択しても最初から。 適当にキャラをを作成しししてセーーブデータを残しましょう FF1 は目の前のコーネリアで宿るだけやから確認しやすくてええな2は黒騎士の負けイベ3は最初の団長ョンを超える必要がありますこれでセーブを残したなこのあと電源を落としますが FCSFC はソフト内のコンデンサーに電気がたまりそれが放電されるまでデータが残るその時間は10分前後だとかなんとか だから、すぐには確認せんで、動画の完成直前の確認とするで。ということで、この時間です。スイッチオーン。ダメです。動き、動いとるやろ。ダメです。動きません。の人、動画アークさて、続くを選択できたな。その中身はどうでしょう。よっしゃ、問題ないな。ということで、ご視聴ありがとうございました。